ここは長く持ちます。あっと挟まれました。二塁送球タッチはアウト。見事な牽制技術です。小島ランナー出しましたがしっかりとすでに2つ決めています。2回走って2回成功。あっとこれはタッチアウト、タッチされましたね。タッチアウトになっています。セーフ、はい、ね、ですね。1回目が終わってるかもしれませんね。あっと1位はさあここで勝負に入きます。ファーストランちょっと遅れました。タッチアウトになりました。スリーアウト、渡辺牽制アウト。リードする試合全体をリードしなきゃいかなきゃいけない。これもう1回アウト。牽制タッチアウトからのタッチ、どっちが早いかどうか。あー触ってますね。おっと届かないぞ、タッチはアウト。警戒したようなねバッティング、犠牲フライでした。アウト。先にベースについてるか。あどうやら体の方がタッチ早かったようにも見えます。先日は2投3投というシーン、まあ、一塁牽制球はアウトだ。タッグが先か右手のベースタッチが先かというところですが、うまい牽制アウト。絶妙一塁塁審、この辺りは青木も確信してという二の腕にどうでしょうか。これがタッチしてるのであればアウトですね、はい、うん、アウトです。大体のもついてくるんですよね、今大広選手がね、はい、そういう状態ですから。おっと牽制でアウトです。アウト。さあワンボールツーストライク。キャッチャー海はまだ外、おっと誘い出した、タッチしてアウト。ここはですね、このアウトライン、小深田が今日2度目の出塁。ここはどうだ、アウトでした。牽制タッチアウト。リクエストは